ディーヒターホルンとは、ユーラシア大陸の西部のアルプス山脈の西部を構成する山の一つである。周辺の山々も含めて北側から撮影した写真。写真の中央やや左に見えるのがトゥリフト氷河で、その右側に見えるのがディーヒターホルンである。ディーヒターホルンは、おおよそ北46.648、統計8.361に位置しており、この場所は、 スイスのベルン州に属している。ヨーロッパのアルプス山脈の西部の一部に、ウルナーアルプス山脈と呼ばれる部分があり、ディーヒターホルンは、そのウルナーアルプス山脈を構成する山の一つである。この山の山頂の標高は、約3389メートルであり、ここからは天候さえ良ければ、ベルナーオーバーランドのハスリタールを見渡すことができる。ここに登る場合は、普通、 ジェルマーヒュートかトリフトハットを起点とする。なお、ディーヒターホールンの東側にはトリフト氷河が存在している。また、約 5km 東にはダンマシュトックという山が存在している。このほか、南西の標高約 1849m の場所には水力発電を行うために1926年に作られた人工湖のゲルマー湖が存在している。 ABC リヒターホルン知名表記表、ノーテーションリスト、ありがとうございます。